ご系ホテル行ってきます。ダダンあれかな、なんかあれっぽい。やばい、待って、待って。やばい待って、場所間違えたかもしれない。やばいやばいやばい、待って、間違えた、やばいやばいやばい。待って、やばい、間違えた。嘘、待って、マジで死にかけた。もうマジ怖い。合ってるよね。よかった、名前があった、受付の名前があった。よかった。はい、ということでホテルに入りました。お部屋に案内していただきました。今ね、赤ちゃんは行こうか、いらっしゃいませ。行ってきますっごい素敵なあのホテルなので、ちょっと皆さんに紹介したいと思います。ね、めちゃくちゃね、広い。広くない？これがあれですよ、お湯作るやつ。ちょっといいミルクが作れます。そしてゴミ箱、おむつ用のゴミ箱かな。え、これは何？え、何これ。あ、え、消毒？説明書がある。除菌だ、やっぱ除菌のやつだ。すごい。お郵便です。で、なんとミルクもつけてくださってます。じゃじゃーん、ベッドでーす。しかもこれあれじゃん、授乳クッションだ。そしてわー、スタイリッシュだわ、めっちゃ綺麗。はい、という感じで、まあ普通のホテルとは設備がやっぱり違くて、当たり前に赤ちゃんいる人なら絶対に使うであろうものがもう全部揃ってます。そしてね、すごいなって思ったのが、緊急用でこのカバンがあるんですけど、このカバンはなんか災害時とか何かがあった時にこれだけ持って来てくださいっていう風に言っていただいたの。おやつが来ました。で、今先ほど助産師さんが来てくださって、まあ、スケジュールをね、あのお話ししました。今回4泊5日ということで、あのそのベビちゃんを自分の休みたいタイミングとでお願いできるんですよ。それがすごい。はい、ということで今ね、あの時間があったのでファンの方にお手紙を書いてる時間を過ごしてました。これからベビールームを見学していきたいと思います。一応ちょっとここまでで、あ、お願いしたら大丈夫ですか。ずっと手見てました。おしゃべりして行ってきました。なんかめっちゃ赤ちゃんすごい幸せそうだったんですけど、なんか綺麗なお姉さんたちに囲まれてすごいなんか幸せそうだった。あ、お願いします。ありがとうございます。はーい、ご飯来た。わー、揚げ物だ、すごい。あの入院中をめっちゃ思い出します。あの時もさ、ご飯こうやって用意していただいて食べたじゃないですか。なんかすごいそのあの時の体とか心とかボロボロになりながらも、とりあえず人間として生きていくために必死に食べ物に食らいついていたあの自分すごいめっちゃ思い出す。約3ヶ月前のこと。そういねー。すごい、今日すごいニコニコなんですけど、娘がなんで超気分いいの。すごい楽しいの。
私がさ、すごい今なんか嬉しいって思ってるから、なんか伝わってたりするのかな。なんでこんなニコニコなの。ということで、こちらラウンジカードというのがあるので、ラウンジに行ってみたいと思います。何があるんだろう。すごい、あ、体重測るやつとか、赤ちゃんの洋服、お部屋の一室がラウンジルームになってる。あ、節分だから画面がある。やべえ、やっちまった。鍵を持たずに出た。バカボンバカボンボン。はあ、最高のお風呂だった。やばい、超リフレッシュ。しかも冷たい水も飲み放題。ということで、一日目終了です。2日目の朝です。すごい景色、なんか気分いいな。このようにね、赤ちゃんを預けている間、助産師さんが細かくメモを取ってくださるんです。バウンサーでぐっすり、たまにふにゃふにゃ。預けるのって少し不安だけど、このメモを見た時にホッとしました。朝食はビュッフェスタイルだったので、しっかりとご飯を食べました。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。で、お外の景色すごい綺麗じゃない。ほら、チパチパしてるの。はい、なんかやっぱり心の余裕というのがやっぱり休むことによってできたので、ちょっとまた娘との関わる時間っていうのがちょっとよりなんか大切な時間に感じるようになりました。赤ちゃんを産んでからはなかなかゆっくりメイクすることができないので、自分の好きな時間にゆっくりメイクをできてすごく嬉しかったです。
いただきまーす。お腹すいた、お腹すいたね。さっき飲んだってやつ言ってたけどね、なんだ。なんだ。お姉さん飲んだって言ってたけど、またお腹すいちゃったみたい。しますね。140飲みました。あ、飲みました。はい、了解です。じゃあ寝ちゃおう。そしてワークショップが行われていたので、私も参加することにしました。一緒に泊まっているお母さん方とワークショップができたのはすっごく嬉しかったです。もうちょっと待っててくださいね。はい、ということで、オリジナルのハンドクリームとフレグランスを作ってきました。めっちゃいい香り。いただきます。ということで、なんと今からヨムギ節をやりたいと思います。開始も5分10分でこの汗すごくない？最高なんですけど。あー、すっきりしました。あー、最高。いただきます。いただきます。ここでは赤ちゃんを連れてきてほしいときに LINE 一つでお願いすることができるんです。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャ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 。すいません、ありがとう。すいません。毎日ずっと赤ちゃんと二人きりなので、心が疲れてしまったり余裕がなくなってしまうのですが、少し離れることによって娘との時間をより大切に感じる瞬間でした。赤ちゃんを連れてきてほしいとき、赤ちゃんを預かってほしいとき、 LINE 一つで連絡が取れるので、すごく気持ちが楽でした。はい、ということで、ついについに最終日の、もう最後の日がやってまいりました。今からチェックアウトです。いやー、もうなんか泣きそう。寂しい。なんだ、こんな旅行で泣いたこととかないのにさ。でもこの涙はさ、何なんだろう、なんかありがたいって感じ。すごい、これからの育児に、これからの育児が嫌だとか、現実始まるっていうマイナスなネガティブな感情じゃなくて、本当に赤ちゃんにも助産師さんにもホテルの方にも休ませてもらってありがとうっていう感じだし、ありがとうっていう感じです。本当にありがたい。本当に休ませてくれてありがとう。本当に泊まる前まではさ、赤ちゃん預けることも抵抗あるし、移動してここのホテルに来ることも抵抗あるし、なんかそんなにメリットあんのって、メリットあるって思ったよ、正直。だけど涙出るほど本当に良かったって思うから、みんなに泊まってほしい、利用してほしい。みんなに本当に預けるって不安だし、いやー、だけど逆にチャンスよ。言ったら、赤ちゃんもまだママパパってさ、こう言ってやだやだとかもやっぱ言わない時期だから、寝返りも打たない時期なので、その時に逆にも自分甘えられるチャンスだと思って、ぜひこれ見た妊娠中の方とかね、多分多いと思うんですよ。本当に検討してほしい。もう本当、もう甘えよ、本当に甘えよ、マジで。涙出るほどいいから、マジで頑張ろう。本当にまたこれから頑張ろう。動画とかも配信とかめっちゃ頑張りたいから、みんな本当に応援してほしい。育児も頑張るから。
はい、ということで本日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく、よろしくお願いします。ゆりこ様の裏垢っていう TikTok 1万人目指してるので、お願い頼む、本当にフォローしてくれ。ゆりこ様の裏垢、ゆりこ様の裏垢、これ検索したら出てくるから頼む。YouTube の切り抜きとか載せてるので YouTube にいちいち飛ばなくても見れるようにしたいので頼む、お願い、1万人登録本当に行きたいのでよろしくお願いします。